では本部に急ぐとしましょう。シャロンが見てるね。よう、偽りの神王様を崇めるのは時間の無駄だと悟ったか。おお、派手な二人が。何が宇宙の時間を司る神王様よ。宇宙と空間を生み出した私たちの神王様こそが本物なの。無限の空間にあっても使いこなせねえくせによう。いや、そちらの時間を有効に使っているとでも？言いたそうな口ぶりだな。約束の時間を守れたとは感心じゃねえか、真珠団よ。無駄に広い空間をもてあそばれて迷子にでもなってんのかと思ったぜ。ああ、空間は神王様が私たち真珠団にくださったもの。いわば世界の根幹、迷うわけない。やめた。おめえとの無駄な口論こそ時間の無駄そのもの。神王様を怒られるってな。さ、電木の旦那に会いに行くぜ。ああ、ふっかけてきたのそっちだろ。神々だったな。彼らが姿を見せると空気が一変しますね。今の二人、空間を大事にしている女性は真珠団の長、カイさん。時間、時間と言っていた男性は金剛団の長、関さん。あ、さっきの金剛団のね。金剛団と真珠団は今でこそ揉めずにやっていますが、揉めてたでしょ、今、思いっきり。昔は争っていたとのことです。それよりも、ボス、電木団長がお呼びです。団長室に向かった方がいいのでは？シャロンがずっと見てるけど。じゃあ行こうか。あ、図鑑完成してるかな。ムックの図鑑完成したのね。早速読ませてもらうわ。え、オスとメスで姿が違うの？どれどれ。額の大きさが違う。知らなかった。そうなんだ。図鑑を見せてくれてありがとう。詳しくなった。今ならムックルを触れる気がするわ。ねえ、お願い、ムックルを捕まえてきてよ。ムックルほど可愛いポケモンは世の中にいないんですもの。あ、ムックル、いいよ。どれがいいかい？じゃあ、志村メスでやる、志村をね。あげるわけじゃないよね。ぐるりと跳ねたたてがみ。まん丸なつぶらな瞳。いいわ、可愛い、すべてが愛おしい。あ、ムックル。触ります？いややっぱり見るだけで満足だわ。だって技を出すかもしれないし。怖いポケモンに近づけるなんて調査隊か警備隊ぐらいよ。でも可愛いムックルを見せてくれて感謝してる。ポケモンを見ただけで逃げ出す子もいるの。図鑑ができてポケモンがどんな生き物か分かれば安心できるかもね。志村、逃げられたね。他に依頼いるのかな。まだ毛虫状態か、お前のは。うちの揚げパンは進化したぞ。そういえばもう一回進化できるんだよね。ついに揚げパンなんのか。この曲何なんだろうね。でん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 。お、かわいい揚げパン、いいね。技は毒針体当たり鉄壁エアカッターと。どうよ。見せてやろうか。これだぜ。さあ、団長のもとへ。ん？こいつは？ゆきえさん。あら、あんたいいところに。ねえ、漬物石を探しているの手伝ってくれない？
壺の上に収まる大きさとしっかりつけるための重さは大事だよね。あと壺から動かすのは重いから自分でどいてくれると最高だよ。そう、獅子の高台にいるという石つぶてが気になるんだよ。持ってるよ。私は家に戻るから捕まえたら教えに来てちょうだい。程よい漬物石。そんなものに使われて石つぶてもかわいそうなんじゃないかこれ。とりあえず行こうか。お、お揃いだね。派手な3人になったね。で、僕の旦那、バサギリはどうするんだい？神王様に仕え戦ってきたポケモンの子孫とはいえ、許しがたい暴れっぷりだぜ。関王、いきなりだな。時間は貴重、もったいないことはできねえ。では、真珠団の大事なキングに対して、どうせよと？真珠団のキングだからな。俺たち金剛団は手を出せねえ。出したら先代の時みてえにまた争いになっちまうからよ。だけど旦那のところも怪我人が出たんだろう。ほっといていいのかよ。では真珠団が崇めるキングを私たち真珠団自身で倒せ。そう言いたいわけか、金剛団。あん？思っているけどよ。口に出して言ってないだろ。一緒だバカ。そもそもキングであるバサギリが荒ぶり暴れる理由が謎だからね。それは俺も気になる。金剛団の歴史でも初めてだからよ。うーむ、聞いていたのか。かっこ。キンタだ。調査隊の新入りとなる。その名前、ヨネから聞いたぜ。怪しいに好かれてるんだってな。あ、こっちか。そうか、あんたが時空の裂け目から落ちてきたすげえやつなのかよ。俺は関、金剛団のリーダー関だ。おさってのは古くせえから勘弁な。時空の裂け目の向こう、神王様がいるかもしれない。空間から来たというのか？私はカイ、神珠団を率いる。信奉遠慮な長だ。本当に裂け目を通ったのか？どうにも疑わしいのだけど。どうだろう。まずはこの者にバサギリの調査をさせるというのは。裂け目から落ちてきたという怪しい新入りにバサギリの調査を？おめえも長とした新人だろうが。おさとして肝心なのは年数ではなく広大な翡翠の大地を恐れぬ心だ。だったらよ、新入りでもいいんじゃねえか。いいぜ、電木の旦那。あんたの話に乗った。ボールでポケモンを捕らえる銀河団のお手並み拝見しようや。それが気に入らない。神王様はポケモンを暮らすため翡翠の大地をお作りになられた。私たち人間はポケモンの友であり、上下関係など不要なのだ。銀河団がボールを用いるのは支配ではなく共存のため。まずは任せていただきますぞ。金太よ、任務だ。バサギリを調査せよ。わかりました。空から落ちてきたお前を怪しむ者はそれなりにいる。信用を得るため、粉骨神祭働け、粉骨最新ね。荒ぶり始めた森キング。おいよ、時は急げってな。森キング、バサギリは神王様より力を得たポケモンの子孫。その強さは他のポケモンの比ではない。私たち銀河団は後から翡翠地方にやってきたよそ者だ。金剛団、真珠団とは揉めてはならぬ。わかるな？怖いよ。金太、団長の任務について話す。調査体制に来たまえ。金太君。
ラベン博士、お話を。リンタ君、君は馬車切りのことを荒ぶる理由を含めて調査するのですね。ですが、馬車切りは強いです。馬車切りに襲われた警備隊がモンスターボールを投げたのですが、全く捕まる気配がないとのこと、気性が荒いのとも違うようです。確認する。極めて危険な任務だが、受けるのだな。終わりたいです。情報提供する。任務を果たせ。なんで聞いたんだよ。混合団、新十団にとってはキングと呼ばれるポケモンは神王様の見つかい。キングが好むとされる場所、キング場にお供え物を捧げ、感謝する祭りを行うという。お、祭りにぴったりな格好してるよ。では、馬車切りへのお供え物の材料が分かれば何かしら対策になるかも。あのポケモンも一緒に考えてるみたいだね。ヒンダ、話があるんだよね。いいか、時空の裂け目の向こうは神王様がいるかもしれない世界。そして混合団が崇める神王様は時を司る存在よ。あんたが時空の裂け目から落ちてきたということは、時を超えた可能性があるってことだ。そんなすげえあんたに頼みたい。馬車切りだが、調査はもちろん、とにかく沈めてくれねえか。チェキさん、今まさにその話をしていたのです。お、あんたが噂の学者先生だな。今度いろいろ教えてくれよな。で、続きだ。モリキング、バサギリは真珠団が崇めるポケモン。あいつら真珠団としてはてめえたちでなんとかしたいだろうし、銀河団には頼みづれよな。これに俺たち混合団も同じ悩みを抱えているのよ。遠い山では混合団がお世話するキングも荒ぶり出してよ。確かに混合団と真珠団は揉めていた歴史がある。だがよ、同じ翡翠で暮らす以上、問題は皆で解決しないとな。ヨネさん。あ、ヨネさん。ただ強いポケモンと戦えるようなすごい奴はそうはいない。あんたが頼みの綱なんだよね。人が多いと声が。馬車切りがいるのは森の奥の先。巨木の草場。キャプテンの名前はキクイ？頭の切れる子だが、ちょっと間抜けなところもあってね。大好きな馬車切りのことなら聞かなくても何でも話してくれるさ。とにかくよろしく頼んだぜ。あんたなら大丈夫。じゃあな。話すだけ話したら消えましたね。なるほど、時間は大事にするのですね。チキさんたちの言う通り、馬車切りを調査するのでしたら、居場所に向かうのが一番ですね。巨木の戦場でしたら、できたばかりの高台ベースから向かうといいですよ。そうだ、放牧場によって連れていくポケモンを選ぶのも大事ですよね。じゃあ早速入れ替えましょうか。ビッパだらけだね、これ。これ石つぶて、そういえば、石つぶて欲しいって言ってた人いたね。もう誰連れてっていいのかもうわかんないな。ポロトック、これがさっきのボスだけど、まあ強いね、やっぱり。ちょっと入れ替えどうしようかな。マチャミ外すか、まあ、マチャミ外すか。ちょっと名前つけてあげないとね。よし、ヒゲダンスで。まあ、とりあえずこれでいこう。お、いるね。中入れないのかな。この人は何なんだい。夜にしか見かけないポケモンがいるらしいね。しかもスーッと現れてなんだか不気味だね。
買い物。まあ、この辺はいいかな。で、どこに行けばいいんだい？あんなとこまで行くのか。なんかいるね、でかいの。あ、バトルじゃないとダメと。怒ってるね。お、なんかやってきた。危ない。レベル30。毒針。しかも2匹相手にしてるのか、これ。厄介だな、2匹は。強っ。ヒゲダンス。ツバメ返し。おお、いいね、強い。おお、危ない。これ捕まえられるのかな。レベル20までは言うことを聞くみたいなこと書いてあったけど、ダメか。やばい。ちっちゃい方が邪魔だな。ワンパンかよ。なんとか一撃ぐらい耐えてくんないかな。ギリギリまで削れば。スピードスターで。ダメか。全員死んじゃうよ。志村。これでいけるかな。ヘビーボールとか作れればよかったんだけどね。ダメか。こんなギリギリまで削ってんのにね。よし、とりあえず毒でやっつけちゃったよ。あら、こっちもやっつけちゃって。回転の種。お、進化可能って出てたね。お、これはキノコじゃないか。剣舞茸。ああ、依頼されたのと違うけど。お、強い。あ、もちもちキノコ。ちょっと進化させれるからさせようか。志村が。ちょっと殿様じゃなくなっちゃったりしないよね。ダンダダンダダンダダン。おお。いいね。ちょっとあの、クゲの帽子みたいになったね、今度ね。ムクバード。マロっぽくなっちゃったけど。お、ポスカも
色はこのままでいってもらいたいけど。いいねこの曲ね。おお。かっこいい。ルクシオ。これだいぶ強くなったんじゃないのかい？いいね。なんかいるなあっちに。この先かな。なんかいるね。弱点はつけなかったか。おっと、水。水に強いのは植物って言ってたよね。ケンタの HP が少ないな。力技で。おお、強い。じゃあヒゲダンスで。これ捕まえれるかな。お、いけたね。さすがヘビーボール。それで行こうか。やっと着いたね。長い道のりだったよ。俺は真珠団のキクイ、バサギリの世話するキャプテンだね。ズバリ君はバサギリに会いに来たね。わかる、わかるのだよ。
強くてかっこいいバサギリがさらに強くかっこよくなったからね。だけど合わせないね。今バサギリは強すぎるからね。先日の雷はおそらく神王様の力、それを浴びて強くなったのだね。そこをなんとか。なんと、君のバサギリへの熱い思い、菊井にも響いたね。いずれにしろ、君の思いは無関係。カイさんからきつく言われてね。誰もバサギリには近づけさせないからね。菊井自慢の相棒、ヌメラと共に追い払うからね。ムカムカするね。忠告で追い返そうとしているのに。理解できないとはね、悲しいね。いけヌメラ。溶けろヌメラ。溶けていいの？お、かわいい。相性良さそうかな。火に弱そうだな、あいつ。あ、火に強いのか、逆に。じゃあダブルアタックで、これで攻撃力アップと。やばい、スピードスター。おお、強い。じゃあ志村で。進化した志村は強いからね。じゃあ電光石火。だいぶうろうろしすぎて強くなっちゃったな。なんたる。負けたけれど忠告の続き。今会ってはいけないね。バサギリは本当に危ない。近づくとガンガン殴りかかってきてね。いつもならお供え物2つの好物をバサギリにあげれば嬉しそうに食べて落ち着くのにさ。キャプテンの俺ですら好物をあげたくても暴れ回る。バサギリに近づけないからね。よそ者の君には無理な話だね。お、カイちゃん、もうちょっと早く来てよ。バサギリや怪しいの先祖は神王様より力を授かり、ポケモンや人を守ってきたとされている。私たち神樹団の恩恵を受け翡翠で生きているからね。カイさん、バサギリが強くなったというか、あれでは厄介者だよ。雷を浴びせたとしたら偽りの神王様ではないのか。金剛団が崇める偽りの。バサギリは私たち神樹団にとって大事なポケモン。そものに任せるわけではなく、私たちで何とかしたい。そう考えてはいるが、荒ぶるバサギリは一刻も早く沈めねば。襲われる人やポケモンが増えれば、金剛団や銀河団とも揉める。おい、空から落ちてきたやつ。銀河団であれば何とかできるのかね。何とかします。分かったわ。バサギリの好物は菊井と私で用意する。お前は広い翡翠を駆け回っても何とか解決法を見つけてほしい。まだ駆け回るのこれ。アルセウス本が反応している。不思議な力で一瞬でベースキャンプまで移動できます。なんで急に。ワープできると。じゃあ早速行ってみようか。ベースキャンプ。インタ君、バサギリの調査は順調だったりしますか？なるほどです。バサギリは好物を食べておとなしくなると。研究室にて試案するとしましょう。インタ君も来てください。いっぱい捕まえたね。なんか強そうなやつも捕まえたんだけどね。ストライクとかいう。5456円。
もう団員ランクも上がるんじゃないこれ。これ2つぐらい一気に上がりそうな勢いだけど、1つずつしか上げてくれないのか。インタ君が真珠団の解散や菊井君から得た情報によると、荒ぶるバサギリスが2つの鉱物を食べると落ち着いていたとのことです。2つの鉱物の組み合わせによって生まれる香りか成分がバサギリを落ち着かせる、沈める効果を発揮するのでは。ですが、荒ぶるバサギリにはいつも世話しているキャプテンですら近づけないと。治安はしますので、しばらく時間をください。集めた資料の中に何か手がかりがあるはずです。考えてる風だね。お、ひらめいた。ひらめきました。投げるのです。インタ君は投げる才能に優れていますから、バサギリの鉱物を投げつけるのです。そんな考えるほどのことこれ。なるほど。モンスターボールを作る技術で2つの鉱物を玉にするのです。沈める効果の玉。名付けるならリラックス玉ですね。ちょっとね、クマみたいだけど。ラベン玉ではないのですか？そのネーミングですと僕が投げられることになるのです。ちなみに2つの鉱物は真珠団が用意してくださるのですね。キンタ、真珠団に教えるためにも巨木の戦場に戻らないとですね。巨木の戦場でしたらまず高台ベースに向かうのがいいですね。またあそこまで行くの？